南波パークス何和区は、大阪市を構成する24行政区のうちの一つ。古代の大阪の古障である何わに由来。大阪都心6区の一角をなす。一帯は、上町第一西川の平地で、北辺では、道頓堀川が、西辺では、木津川が、草海となっている。また、区東部には1733年に、 南蛮リホリガーと呼ばれる運河が改作されたが、1958年に埋め立てられた。日本一面積の小さな行政区でもある。1925年に南区から文区によって誕生した。旧西成郡南蛮村、今宮村、木津村、西浜町の地域を中心にしている。区名は、ワニが読んだと伝えられる古田、何はずにやこの花冬今は、 春日と昨夜この花から取られた。1943年の草海変更により、港町、日本橋筋の南部、三倉跡町の南部を、南区から、幸町を、西区から、北日東町、南日東町、大阪下の町、下寺町の西部を、天皇寺区からそれぞれ編入し、河原町の北部を南区へ割譲して、現在の区域となった。近世には、 大阪城下へ野菜などを供給する畑場八花村の一角を占めた。南波村は藍、今宮村は株、氷炭、木津村は売り、大根、ほうれん草などが名産であった。これらの野菜類は天満青物の市場まで持って行く決まりであったが、旧淀川川北の天満は城下南港に位置する畑場八花村から遠く、不便であった。農民たちは、 道頓堀川付近に市を建てたり自前で売ろうとして、天馬商人と対立した。その後、1809年に13品目限定で、南馬木津市場が開設されるに至った。明治時代以後は1885年に、阪海鉄道の南馬駅が、1889年には、大阪鉄道の港町駅が開業し、奈良県や和歌山県の木材や、農産物などが集まった。 木図には大きな市場ができ、日本橋以南の境筋は松坂屋他商店、古物商や古本屋がの木を並べる繁華街となった。また1903年の第5海内国環境博覧会以後は新世界がレジャーセンターになるなど遊興地としても栄えた。戦後は日本橋が焼け野原から電気街として繁栄したが、産業構造の変化などに伴い中小企業や、 工場主体の地域の活力は落ち始めた。この地域にあった大阪球場や久保田の工場、港町駅の貨物駅などが相次いで再開発の対象となった。バブル崩壊後、これらの再開発は足踏みしたが、2000年代以降には超高層マンション群やオフィスビル、商業施設の開発が行われている。恵比寿町、日本橋周辺は、 オタク向けの街へと変貌している。比較的地価が安いため、アジアヨーロッパアメリカオセアニアなどからの、出稼ぎ労働者やホステス、外国語教師など外国人の居住が多いほか、若い単身者向けのワンルームマンションも多いのも特徴。区の人口は1940年に約15万人いたが、その後の空襲による市街地の破壊やドーナツ化現象。 生活環境の著しい悪化などに伴い長く減少傾向にあった。しかし近年再開発によりマンション建設が進み、都心回帰によって再び増加傾向にある。特に単身男性の転入が加速しており、何枠の製品は大阪市95.0に対して104.8とかなり男性の割合が高い。なおこの数値は南隣の西成区に次いで大阪市内、 第2位である。長らく大阪市内で人口が最も少なかったが、都心回帰による流入増加で2014年5月に、この花区と大正区の人口を上回った。こうした何枠の都心再開発プロジェクトにはおキャット、港町リバープレイスを中心として、オフィスビル、高層マンション群と、 産経新聞社などを誘致したルネッサナンバープロジェクト南海ナンバー駅前大阪球場跡を再開発した商業施設シネマコンプレックスとオフィスビル高層マンションの複合体ナンバーパークス等がある。日本を代表する電気街の一つ日本橋の電電タウン園系劇場からパークスガーデンとパークスタワーを望むナンバーパークスゼップナンバー大阪外観。ありがとうございます。